萩野至るです。年が32歳です。21歳とか22歳ぐらいから、まあ、今10年近く使っています。 Pinterest は結構アイデアとかインスピレーションが欲しい時にこうガッて使うようなことがあるんですけれども、なんとなくこれが知りたいとか、なんとなくこれのアイデアが欲しいなみたいな、まあ、その結構曖昧な状態でアプリを開いたりサービスを使うっていうことが多いです。名前が宮原かなでと申しまして、年齢が27歳です。始めたきっかけなんですけども、一番最初にダウンロードしたのはおそらく高校生時代で、まあ、友人が使っていて面白そうだなと思ってダウンロードしてみたんですけど、結構参考にしてるのがヘアモデルだったりとか、あとその、まあ、画像をネットサーフィンするような感覚で、好きなアニメだったり景色とか、あとはそうですね、料理の風景、まあ、雰囲気とかをよく調べてます。他の検索よりピンタレストの方がその自分がなんとなく思い描いてたものを結構具現化してくれるピンが出てきたりするなっていうのは印象としてあります。知ってる人のつながりはインスタグラムで、自分のそのクリエイティビティをこう高めるためのツールとしてピンタレストを使って、自分が知らない世界をもう一つ持っておくことで、その何でしょう、心の居心地っていうんですかね、本当にリアルでも会ってる人とネットでもつながってっていうのが結構ストレスに感じちゃう時があって、まあ、そういったストレスがない場所を作るっていうのがピンタレストなのかなと思ってます。12月の、パートナーへのプレゼント選びに向けて、まあ、大体2ヶ月とか3ヶ月ぐらい前からプレゼント選びを、まあ、Pinterest で、探し始めます。これをあげたいなっていうところが定まってない状況なので、本当になんとなく Pinterest を開いて探し始めるっていう形です。ホリデーだとクリスマスとあと年始ですね。そこのインテリアデザインをこう整えるために何かこう飾りを買ったりとか、飾り系以外だとお皿とかをよくその時期に買うので、はい、可愛いお皿を見つけた時に買っちゃったりとか、最近だと今年のクリスマスに向けて見ているんですけど、まあ、そのテーブルデザインとかインテリア、あとはその作る料理とかも今回だとクリスマスと年始のお正月に向けてちょっとずつ貯めていって、まあ、こういったものを作りたいなとかっていうのを参考にしてます。例えばショルダーバッグで一般的に検索してみます。ピンを押していくごとに、例えばホーム画面にもショルダーバッグみたいなところがちょっとずつ増えて表示されるようになったりするので、関連のピンも深掘っていきながら、これが欲しいかもっていうものをボードに保存していきます。でボードに保存した上で Google だったりっていうところで検索をして、作りだったり値段だったりっていうところを確認します。なんかもう少しこういうのが欲しいなみたいなところがあった時には、もう一回 Pinterest に戻ってじゃあ関連のピンを漁ってみるだとか、キーワードに何かプラスしてキーワードを加えて検索をして、ボードに保存して、また商品のサイトに行ってっていうのを繰り返して、まあ、それを多分繰り返していくと、まあ、これはっていうバッグが見つかってくるので、まあ、それを実際に、まあ、最後は身につけるものなので、お店で、まあ、試着というか試しに使ってみて自分の体に合うかとか、まあ、最後は価格的にどこで安く買えるかっていうので EC で買う、もしくはリアルな店舗で買うかっていうところになってくる。